皆さんおはようございます。自民党の永井康人です。先日安倍総理がウイングロード前で車上から街頭演説を行いましたが、その主な内容はまず塩尻のワインが世界で評価され外国でも十分通用するとのことでありました。次にアベノミクスにより国と地方の税収が21兆円の増収になり、有効求人倍率もすべての県で1以上と雇用環境は改善しているということでありました。アベノミクスは道半ばであり、新三本の矢は成長と分配の好循環を実現するもので、成功の果実を子育て支援や高齢者の社会保障の財源に充てるとのことでしたが、市民は地方の中小企業や市民生活に潤いが実感できる社会の実現を求めております。保守中道政治のさらなる前進を大いに期待しましてするものであります。それでは通告に従いまして一般質問に入ります。ふるさと納税制度について、個人ふるさと納税の返礼品と企業版ふるさと納税制度について。ふるさと納税は市外の人が応援したい自治体に寄付すると所得税や住民税が控除される制度であり、その返礼品の魅力によって寄付金額に大きな差が生じていますが、御市も返礼品に特産品のワイン、漆器、農産加工品に加えてインクジェットプリンター、登山用 GPS ウォッチ、ゴルフスイング解析システム等を加えたことにより一定の成果が上がったものと高く評価するものであります。ふるさとポータルサイトがまとめた2015年ふるさと納税のランキングでは、伊那市が全国6位の23億5800万円よ、飯山市が全国11位の16億5000万円よと、返礼品の特典が人気を呼び、繰り返し寄付する人も増えているとのことであります。総務省は本年4月1日付で、全国の自治体に対して、お礼としてお金に換えやすい商品券や転売しやすい家電などを送らないよう文書で要請したとのことでありますが、要請文では拘束力がなく、従うかは各自治体判断となるでしょうが、本市はどのように対応されるのか、またお礼品はどのような返礼品にするのか、お尋ねをいたします。次に、企業版ふるさと納税制度も創設されるとのことでありますが、子育て支援や雇用創出など、自治体の活性化事業に企業が寄付した場合に、法人住民税などが軽減されるとのことでありますが、税の負担軽減について説明してください。各自治体は政策内容を他の自治体と競い合い、魅力的で実効性の高い活性化事業を打ち出すことが求められていると思いますが、ソフト事業もハード事業も対象になるものと理解してよいかお尋ねをいたします。また、自治体が許認可や物品調達、入札など、寄付企業に便宜を図ることは許されないと考えますが、情報開示の徹底をどのようにされるのか、市は理念や政策に賛同した企業から寄付金を受けることになると思いますが、事前に寄付の呼びかけをどのようにされるのか、お尋ねをいたします。2、国道19号の拡幅改良について、国の事業化と栗幅交差点の改良、設計協議の対応と関連工事の費用負担について、国道19号の4車線化については、松本市境から高出交差点までの約 6.1km が昭和55年に都市計画決定区間になっていることは皆さんすでにご存知の通りでありますが、宝生園から高出交差点の約 3.3km 区間については、国土交通省の事業化のめどが立っていない状況が続いていますが、今後の見通しはどうかお尋ねをいたします。次に、栗幅交差点の改良事業として、平成22年に長野国道事務所が示した計画では、
西友から佐川急便南までの約800メーター区間について、現道の東側を約20メーター拡幅する計画で、平成23年度から用地買収が進められてきましたが、本年度、この交差点で小学生3人を巻き込む大きな交通事故が発生してしまい、この事業の早期改良を望むものでありますが、設計協議からすでに6年以上経過しており、担当職員も当時と変わっていますので、懸案事項をこの機会に確認し、解決する意味で細部について質問をいたします。まず、大雨の時には、市道野村大門線の側溝では、雨水排水が飲み切れず、合流先の国道西側の道路側溝でも飲み切れず、結果的に窪地の住宅が床下浸水になりましたが、この雨水排水対策は、公共下水道の雨水管に接続しないと解決できず、国道拡幅工事の時でないと工事施工ができないとのことでしたが、解決方法を説明してください。市道栗幅1号線の小祝板金前の取り付け道路と国道との接点が勾配がきつく、国道の設計縦断勾配を低くしないと、車の出入り等に大きな支障を生じることが予想されますが、この改善策についても説明してください。市道栗幅2号線の交差点進入封鎖に伴う機能回復をどのようにするのか、また、過日総会では、右折レーンを先行着手するとの説明でしたが、併せて説明してください。市道国道片石西線の交差点、すき家の東側でありますが、国道東側に沿って北へ約60メーター区間、赤面管水道管が合計300ミリが敷設されていますが、どのように切り回しをするのか説明してください。以上の4点に関わる工事経費は、国土交通省の負担か、市の負担となるのか、お伺いをいたします。3、福祉事業の充実について、障害者差別解消法と認知症サポーターの上級者育成について、障害者差別解消法が本年4月1日から施行になり、民間企業は努力義務が、行政機関は合理的配慮の提供が義務付けられましたことは皆さんご承知のとおりでありますが、総務省が調査した3月末時点での職員向けの手引きとなる対応要領を策定している自治体は1741市区町村のうち 21% にとどまっているとのことであります。この対応要領は、行政職員が日常業務の中で障害者を不当に差別しないよう細かく規定したものであり、合理的配慮については具体例を盛り込んで職員に周知徹底を図る目的で策定されるものとのことでありますが、本市も早期に策定すべきと考えますが、ご所見をお尋ねいたします。次に、行政の合理的配慮について、庁舎内の関係部署にどのように指導し対応されるのか、具体的にお尋ねします。まず、手話通訳者の登用、図書館での展示本の充実、建物や道路等の段差解消等に向けたバリアフリー化について、どのように取り組むのか、お答えください。努力義務とされている民間企業の周知徹底法についても、どのように PR するのか、併せてご答弁ください。認知症サポーターの上級者育成について、認知症の本人と家族を助ける認知症サポーターは、年々増加しているとのことでありますが、認知症について正しく理解し、認知症の詳しいメカニズム、生活習慣病の予防法、服薬や若年性認知症の知識など、学習する機会が少なく、介護施設では慢性的に人手不足が続いており、認知症サポーターの中で意欲を持っている人には、さらに上級講座を受けていただき、見守りや認知症の人の話を聞く、傾聴、傾け聞くですが、などに活躍できる上級サポーターを育成するための養成講座を市が開設し、教材についても市が積極的に作成して対応することが大切であると考えますが、
現在の認知症サポーターの活躍状況と上級サポーターの育成について市のご所見をお伺いしたいと思います。5水道事業について、排水量の減少、水道ビジョン、健全経営、給水量契約等についてお尋ねをいたします。塩尻市の水道事業は7箇所の水源と県企業局荘園用水で成り立っていますが、近年の人口減少と西高エプソン広岡事業所の事業拡張に伴い、排水量の増量プランが計画中とのことでありますが、今後の見通しについてお伺いをいたします。まず1日平均排水量は平成18年度27,345トンパーデイをピークに、約3年間で1日の平均排水量が1000トン減少していますが、今後の見通しをどのように推測しているのか、また用途別給水量の変化を家庭用、営業用、工業用、工場用、観光所、学校、浴場営業用等の分析実績から、今後どのような見通しになるのかご所見をお尋ねいたします。次に、平成22年に作成された水道ビジョンでは、資本的支出の事業年次計画の中で、上市場水系の水道システム再構築として平成31年までに約33億円の事業が予定されていますが、ここに来てエプソン関連事業を先に取り組むことになりましたが、今後この計画をどのようにするのかお尋ねをいたします。現行の水道料金を継続するには、今後10年間資金残高を一定以上確保し、財務的健全性を保つためには、建設改良費に対する記載比率を最大 80% まで高める必要性がございますが、平成27年度末の資金残高はどのくらいか示してください。これからエプソン関連で1日3300トンを給水するための事業に記載を借りると、記載比率が高まり、それに伴う支払い利息が増加し、結果的に市民負担となる値上げにつながることが心配されますが、仮に20億円を想定した場合の支払い利子の推移や収益的収支の不足額をシミュレーションして判断する必要があると考えますが、企業債償還金は元金均等の利子は年利 5% で計算した場合、この先3、4年間くらいは料金の値上げはないと判断してよいか、また今回のエプソンの水道料金は使用料に基づくものでなく、給水料契約に基づく全額支払いを前提として考えているとのことでしたが、先方も同意ならば協定案を議会に諮るべきと考えますが、ご答弁ください。また、平成26年度の地方公営企業会計制度見直しに伴い、退職給付引当金繰入れ額が特別損失に計上となりましたが、平成27年度末の純利益と財務比率の自己資本構成比率と固定比率に関わる最近3カ年の経年変化について示してください。以上で1回目の質問を終わります。